えい、中学校の時ありましたよね。意味何ですか？2つ言えますか？何々してもよい。もう1個意味ありますね。何々かもしれない。これが言えて訳すればもう満点と思われてきました。 You may go there。 君はそこに行ってもよろしい。天気の場合は使えますよね。 You may rain。明日は雨が降るかもしれない。これでよっしゃ満点だと思うかもしれないんですけど、この日本語はあまりにも曖昧なんです。してもよいって You may go there、 君はそこ行ってもいいよって、どれぐらいのおすすめとかわかんないわけ。雨が降るかもしれない、かもなんてすごい曖昧だってわかります。日本語のかもっていうのは 1% ね、いい子すぐに見つかるかもしれないじゃん、まあ 1% だけどねっていう場合と、これ雨降るでしょみたいな 99% 何でも使えちゃうんですよ。ところがアメリカを中心に英語を喋っている人たちの考え方はもうとにかく何パーかをはっきり言う。はい、行きましょう。名誉を使った以上それが 50% です。いいですか。だからしてもいいっていうのはしてもいいししなくてもいい、おすすめ度 50% なんです。かもしれないってのはそうかもしれないし、そうじゃないかもしれないっていう 50% 半々が名誉なんです。